えたこともなかったけど。そうだよな。例えばネットで噂話として流すとか。ああ、もしもし、そこの君、ちょっと。俺のことですか？うん、君。だって君以外にこんな道歩いてる子、いないでしょ。それでさ、君さ、今この家から出てきたよね。もしかして中で働いている使用人さんの子かな？ならラッキーだよ。すごくラッキー。あ、俺じゃなくて君がね。お小遣い欲しくない？遠野家の人の話とかちょっと知りたいんだよね。あ、もしかしてヤジウマだと思われてる？まあヤジウマなんだけど、ちゃんと報酬弾むよ。特に知りたいのは、ほら、最近帰ってきたっていう長男の話。来たばっかりで写真資料もなくてさ、どんな外見なのか、好きな食べ物とか好きな女の子のタイプとか、ぶっちゃけ何に弱いのか教え。そこの抜けた鍋かてめえ、どう見てもそいつが塔の指揮じゃねえか。ちょ、マジっすか。全くブルジョワの匂いがしませんよね。どんな匂いだそれ。金に匂いなんてねえだろ。それとも手垢の匂いってことか。金持ちはどいつもこいつも赤だらけってか、ずいぶん舐めた発言だな、おい。え、いえ、違います。成金だけ、一部の成金だけですってば。ほら、一日の半分を金勘定で浪費する氷菓子、みたいな。そりゃ、うちのジジイのことか。上司批判とはずいぶん太いな、安藤。そこ無言で110番コールしない。なんで今時の若い子はドライに無駄なことばっかりするかな。ほら、俺これ。警察手帳ってもしかして刑事さん？そうだよ。怪しいもんじゃないよ。刑事さんだよ。警視庁捜査第一課、安藤優吾。なのにさ、昨日から門前払いでさ、こっちはちょっと話を聞きたいだけなのに、アポ取れって一点張りでさ、なんで仕方なく国道で張り込みしてたわけ。俺でよければ話ぐらいは聞きますけど、要件は何ですか？うん、北口駅前の火災のことだよ。ほら、当日と翌日まで現場を仕切ってた警備会社、お宅の子会社でしょ。
もう引き上げちゃったけど、当日の責任者と話をしたいんだよね。連絡先とかわかる？そうだったんですか。それは知りませんでした。ですので俺には分かりかねます。何、長男なのに知らないの？そりゃ困った。やっぱり妹さんの方が実権握ってるわけ？どうしてそんな話を。荒唐無稽だとは思いますけど、あの火災の原因は遠野グループの過失だとでも。ん？そんな方針は持ってない。ない、あれはどっから見ても自然発火だし、問題は別っていうか。まあ、お家の人ならバラしてもいいか。もう知ってるだろうしね。昨日さ、地下陥没の瓦礫の下からちょっと良くない、というか意味わかんないもんが出てきてね。鑑識もお手上げ状態でさ。あの土地だって遠野の持ち物でしょ。記録だと10年くらい前に遠野牧久が相場を上回る高額で買い取ったとある。そのあたりの事情聞きたいんだよね。なんで駅前の一等地を買っておいて公園になんかしちゃったのかな、とか。俺には何とも。牧久は亡くなりましたので。話はそれだけですか？え、いや、妹さんに取り継いでくれないの？ちゃんと身分と目的話したよね。あいにく妹は忙しい身なので。お引き取りください。話がしたいのならしかるべき手続きをしてからどうぞ。おい、正義感も結構だが、部をわきまえな。人間らしい死に方をしたいんなら、この辺りが引き際だぜ。なんだって？何が言いたいんだ、君。言いたいことは今ので全部だ、マヌケ。これで聞かなきゃ勝手に死んでな。ほら、帰るぞ、アンド。いい加減食事時だ。ケーキ食わせろ、ケーキ。チーズと蜂蜜たっぷりなやつな。仰せのままに。なんで俺、日本に来てまでボンボンのおもりしてんだろうな。ただの偶然だ。